出したトッポギランキングの前半に続き、今回は後半を、ちょっと紹介したいと思います。はい、後半戦です。はい、いよいよやってきますよ。トッポギどこが上位にランクインするのか。はい、前回ね、前半で紹介したとこもかなりのお気に入り点なんでね、ランキング作るってなるとかなり難しいんですよ。本当にもうどこもね、あの1位にしたいぐらい好きなお店なんですけど、やっぱり私の中でね、2位3位4位5とかのあたりは結構どこもトントンというか、まあどこもすっごい美味しいから、そうランキングに迷うんですけど、1位はダントツかなって、1番にあもう1位はここって一瞬で決まったぐらい、もうトッポギのソースの味から食感からね、サイドメニューから全部が好きっていうねお店なんで、はい、まあよかったね、参考にしてもらえればと思います。さあ、予想している方、どこがトッポギランキング1位に来るか分かったでしょうか、予想されてますでしょうか。さあ、はい、ということで、ときもち後半戦動画スタートです。ボルトックっていうお店なんですけど、わー来た、旅行客の方にも行きやすい場所にいたので、ここ美味しい、紹介してボルトックですよ。はい、まずお店がね、ボルトっていうトッポギチェーン店なんですけど、店舗が結構ね、行きやすい場所いっぱいあります。チーズもたっぷり、チーズ追加しました。ブンモジャ、わあ、中国タンメンが半分ずつ入ってるやつ、ツルプルのセットを追加しました。中国タンメンのタンメン、これよいしょ、あ、美味しそう。はい、中国タンメンです。このかなり極太の麺ですね、これと文もじゃ、うわ美味しそう。はい、このセットです、追加ですね。はい、じゃちょっとおでんの方も、ここの特徴がね、おでんと一緒に文もじゃと中国タンメンを一緒に食べれるとこなんですよ。いや、これ追加できるとこね、そんなには多くないから最近増えてきたけど、うん、ここおすすめです。うん、おでん美味しい。刺激の強くない辛さのやつにしました。ちなみに辛さは私が選んだ 0% のアイマで、スナンマ 10% 辛いやつで、その次が 30% のドルメウンマ、その次がチンガンマ 50% で、最後が100%辛いメウンマっていうやつです。で、5段階あるんで、よかったね、自分の好きなパーセンテージのやつを選んでみてください。わー、ジモッパフ一口おにぎり、これがまた美味しい、トッポギには必須。これ美味しいわなんていうの、これごま油混ぜてんのかな、すごい香ばしいというか、ごま油の香りがすごいする、うん、まあ海苔にごま油入ってるからなのかもしれないけど、すっごい合う、このトッポギに。今日はですね、チーズ尽くしでチーズ系の商品を行きました。さあ、はい、後ろに書いてます、新疆トッポギです。具材はシンプルで、ソースとトッポギとあとチーズ追加みたいな感じですね。で、これがね、もうここは超えれない、他は熱い熱い。チーズキンパ、チーズキンパはね、あの新疆トッポギの人気メニュー、激熱できます。あの海苔巻きの中にチーズが入ってるんですよ。でも激熱、そう、このチーズ入りキンパが美味しい。これすごいな、トッポギ、ほらプルンとしてる、プルンプルン。また食べたいな、トッポギも美味しい。ここのは、ここのは他とは本当にもう比較にならないぐらい美味しい、ね、かなり辛いから、あのトッポギソース辛いの選んだの後悔してるけど、それでも美味しいわやっぱ。うわー、チーズ、なんで辛いの選んだんだここの本当辛い味、本当辛いから気をつけた方がいいです、このチーズの伸び感ね美味しい。美味しい、これ食べてみようか。キンパどうかな、どう、チーズが、あ、いける、あ、チーズ、ほらーキンパ、これチーズキンパ、ここのがね、まあ、やっぱり新庄トッポギはこのチーズキンパ一緒に頼んでほしい、間違いなくさ、普通のキンパじゃなくてチーズキンパ。うわ、もう絶対美味しいやつ、めちゃくちゃ美味しいこれコチュジャンがね、混ぜ込まれたご飯がすごい美味しいんですよ。そこにトロトロの大量チーズね、いや最高です本当に。これを頼まないでトッポギだけ頼む人はいないと思う。正直もうソースがすごい美味しくて、まあ、チーズはね、あ、好きな人は入れたいと思うけど、もうあってもなくてもとりあえず美味しいです。あとポイントは辛いのを選ばないこと、うん、いやこれも美味しいけどね、いやでもちょっと辛いわやっぱ。はい、こんな感じでトッポギいろいろ紹介してきて、まだまだ他にもトッポギのお店いっぱい紹介したんですけど、やっぱ
ぱりね、やっぱりね、見てもらった通り、この今紹介した5つのトッポギ屋さんがもうダントツというか、他のね今まで食べてきたトッポギに比べて、まあ、私的に美味しかったなって思うお店ですね。うん、特に1位の新庄トッポギはね、もう超えるとこないな。とりあえずね、もう何が美味しいって、もう定番にこのトッポギのコチュジャンのタレがね、他と違う、なんか病みつきになる、もっと食べたくなる、このまま飲みたくなるような美味しさ、すごい中毒性のある美味しい味なんですよ。この味がね、他とはやっぱ違う魚。あとトッポギもね、絶対他よりプルンプルンもっちもちだと思います。うん、でまあね、ここの新庄トッポギの大人気商品キンパですよね。これがねちょっとたまらないです。なんかもう本当に他のね、なんか真似したちょっとこうコンビニとかでもね、あの新庄トッポギ屋さんの、キンパのチーズキンパ真似して出したものとかも結構あったりもするんですけど、やっぱ違うんですよね。なんとなくね、あのコチュジャン、あのトッポギのコチュジャンタレをちょっと足してる気がする。その新庄トッポギのキンパのあのご飯の中にね、予想ですけど、それぐらいね美味しいんですよ。とりあえずタレが美味しいからね、あそこ。うん、いやでも他もね、チョンニョンだ、チョンニョントッポギ、あそこも美味しかったな。あそこもお気に入りです、かなり。うん、チャドルワギとかのお肉、炒めた炭火のお肉が入ってるのとかもね、相性が抜群です。あの長いニョロンとしたね、トッポギも結構特徴的かなと思います。はい、日本だったら新大久保とかにあのヨプキトッポギさんとかが確かあったと思うんですけど、まあ日本でもね行ける韓国のあのトッポギ屋さんとかもね、チェーンであったりするので、はい、ぜひね行ってみるといいかなと思います。で、まあ今日紹介した部分はね、一部分をちょっと切り取って紹介させていただいたんですけど、本編もね、もちろんあの過去に動画で出しているので、その本編を見たいって方はそっちも見てくだされば、もうちょっと詳しい情報とかがいろいろね知れるかなと思います。はい、ということでこんな感じで、前半後半に分けて、トッポギ動画、トッポギランキングの動画を作ってみました。はい、ぜひね参考にしていていただければ嬉しいです。まあ、またこれからもね、いろんな他にも珍しいトッポギ屋さんとか、新しくできたねチェーン店屋さんとか、はい、紹介していくと思うので、またそういうのも見ていただければと思います。なんか面白い変わり種とかがあればね、どんどん紹介していきたいなと思ってます。はい、ということで以上、韓国の私が大好きなトッポギチェーン店お店ランキングでした。